トルコ航空宇宙産業は、トルコにおける航空宇宙システムの設計、開発、製造、統合、近代化、アフターサービスに関する技術センターである。アンカラにあるタイの生産工場の面積は500万平方メートルで、屋根の下に15万平方メートルの工場施設がある。同社は、先端技術の機械、設備を備えた近代的な航空機施設を有しており、 部品製造から航空機の組み立て、飛行試験、納入に至るまで幅広い製造能力を提供している。2010年現在、トルコ航空宇宙産業は1500人以上の技術者を雇用しており、そのうち約850人が軍事研究プロジェクトに従事する研究開発技術者である。イダフ2015でタイのブースに展示された偵察、軍事衛星。 玉通力 -2 の、モデル隊は、以下の経験がある。ゼネラルダイナミクスの F-16 戦闘機、カーサ、イプトン CN-235 系輸送機、会場紹介、貫式、試合マルケッティ SF-260 訓練機、クーガー AS532 捜索救助、戦闘捜索救難、多用途ヘリコプターのライセンス生産、無人航空機、標的ドローン、 農業機の設計開発などである。タイのコアビジネスには、トルコと同盟国の在庫にある、固定、回転翼の軍用機と民間機の近代化、改造、システム統合プログラムとアフターセールスサポートが含まれる。基本練習機ヒュルクシュが対空性形式認証を取得したと、2016年ファンボロー国際野賞で発表した。TF X プロジェクトイダフ2015の大展示での、タイアンカイダフ2015の大展示でのトルコ軍の T129 アタックヘリコプターテクノフェスト2019でのタイ、アクスングルトルコ航空宇宙産業のアブドゥラーギュルとイルハムアリエフタイは、世界中の顧客を対象として、固定、回転翼の軍用機、民間機の航空機構造を製造している。タイは、アグスタウストランド、エアバス、 アレーニア・エル・マッキ、ボーイング、IAI、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、MD ・ヘリコプターズ、シコルスキー・エアクラフトなど、航空宇宙分野の多くの企業と、様々なパートナーシップを結んでいる。エアバス319、320、321、用のセクション18胴体パネル、ボーイング737用の翼端及び、飛行乾板パネル、 ユーロコプター EC-135 ヘリコプター用の、コ部ブドア及びエンジンカウリング、MD ヘリコプターズ用の MD-902 導体、シコルスキー S-70A 及び、メガヘルツ -60 ヘリコプター用の水平尾翼、テールローターパイロン及びビブ資材、シコルスキー S-76 ヘリコプター用の水平尾翼、アグスタ用の AB-139 導体などを製造している。 また、ボーイング747の前足ドア、777のドーサルフィン、737、767、777の部品、組み立て部品を生産している。また、ユーロコプター AS532 ヘリコプターの7つの部品も製造している。タイは、設立当初は単一のプログラムを担当していたが、現在では50以上の軍事。 商業用プログラムに取り組んでいる。タイは、エアバスディフェンススペースのパートナーとして、エアバス、イーズ・カーサ、フライブルなど欧州の航空宇宙産業をリードする企業とともに、プロジェクト開始当初からエアバス A400M の設計、開発活動に参加してきた。タイは、新たな提携により、A350XWB のウィングレットの生産を受託した。 2015年5月、サイズの異なる2種類のリージョナルジェットの現地生産で構成されるトルコのリージョナルジェット計画が開始された。最大航続距離2000回りの32隻 TRJ-328 ジェット機は2019年に就航する予定だった。フェアチャイルドドルニエ328をベースに新型コックピットとエンジンを搭載した。 近代化された機体であった。より大型で70隻の TRJ-628 ジェット機は2023年に就航予定だった。その後、この計画はキャンセルされている。タイはトルコ宇宙システム統合テストセンターを運営している。ありがとうございます。